このピアノはね、大橋ピアノなんですけども、珍しいね、こういう角窓がついてたりとかですね、色もまあこういうマホガニー色は珍しいですよね。はい、大橋ピアノです。このピアノはですね、もうフレームのところに大橋あたいわさんの、名前が入っているというね、非常に珍しい、もうこれ希少なね、ピアノじゃないかなと思いますね。足の方こういうふうな宮殿柱みたいな形になっておりますしね。はい、このピアノですね、内トーンを取り付けての出荷ということで、岐阜県の方にお嫁入りの方が決まっております。はい、では音の方をね、撮影しておきたいと思いますので、ご確認ください。言い忘れましたけどもね。なので手触りもね、非常にいいですし、もうこんな欲張りなピアノね、ないんじゃないかと思いますね。大橋ピアノ、もう幻と言われる大橋ピアノで、こんなに綺麗な外装で、ね、色もタッチも良くて、象牙と黒檀がついてるっていうね、こんなピアノはなかなかね、出てこないですのでね。はい、もうこのピアノはもう満足いただけるんじゃないかなと思っております。